パーティーパーティーな、現代アート的な、そうそうそう、なんかすごい今の時代にすごいウケる感じな、うん、でも一つ言いたい、私って20億ですか？え、すごい。本当にそれぞれのね、うん、個性がよく出て面白いです。これ本当光栄すぎてありがとうございます。こちらこそ。ウイウイさもだから感じるよね。え、そう、ちょっとやっぱりなんか優しいって言ってたけど、ね、まだ表情に硬さがあるんですよね。そう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 、それがまたいいんじゃない。芯の強さを表現してくださったっていうのがすごく嬉しいなポイントです。ひろとさんの作品を見て思ったのは、なんか女性らしさを捉えるのがうまいなと思いました。なんか素に近い顔なんだと思います。タイトル、視線っていうね、まさにこれ目力の、ね、調子もよく書かれてるし、うん、人生で初めて人にみずみずしいって言われた。そう、本当時たま見せるこのドヤ顔を抑えてくださった。そうだよ。そう、緊張しててもドヤってんだなと思ってます。この作品はですね、古代の絵画技法であるエンカウスティークという技法で描かれています。エンカウスティークというのはですね、だいたい2000年ほど前のローマからエジプトに伝わった技法なんですけれども、麻布の中に蜜蝋が染み込んだ状態です。つまり、染色と同じようにですね、麻布の中に蜜蝋が染み込むことで濡れた色になる。で、濡れた色で描かれてあるのが暗い部分ですね。それがベースになっています。その暗い色の部分に明るさを出すために顔料を使っています。顔料というのは岩絵の具を使っています。粒子の粗さの隙間からですね、下の濡れた色が表面に現れる、つまり色を感じさせることができるという絵画技法で描かれています。今ね、話があったけど、2000年以上前の古代ローマで使われていた技法を、実はその後あまりほとんどやる人がいなかったのを、実は現代復活させてる第一人者なんですよ、あかりさん。エンカウスティック技法初めて聞きましたもん。聞いた、なかなかね、はい、やってる人少ないですよ。赤毛先生の作品の私は、妖艶な艶っぽさと色気が漂ってるんですよ。心理のいろんな表情があるけど、うん、なんとも言えない、この男を誘惑する感じね。あまり人に見せない、見せれるのになぁ。これまたこれ、このほくろがいいよね、これ。いや、いい。で、この色のところはね、今話があった岩絵の具、よく日本画で使われる顔料なんですけど、それをほんとポイントだけね、こういうこの赤とかね、この白とかね、こういったちょっとしたところで活かすことで、本当にこの技法でしかこれ描けない。いい顔してますもん。こういう表情してた見せてたのかな。こちらもね、エンカウスティックで描いて、なんか水玉がね、描かれてます。これどういう感じ？え、すごい好きなんですよ。本当？この作品私すごい好きで、なんか淡く、よく見たら私が隠れてる感じ、うんうんうん、で、しかもこれ脱いでるんですよね。そう、脱いでる途中、うん、その先を想像したい心理を描いてくれてる。そう、一目見ればあかりさんの絵ってわかるんですけど、いろんな表情のね、心理を捉える中で、一つの夜のエロスという、ね、いや、うまいですよね。なんか私が本当に一瞬しか見せない場面場面を切り抜くのがめちゃくちゃお上手だなと思いました。赤木先生の作品は超美味しいお酒をロックで飲みながら見てほしいって思います。今回の作品はまずルネッサンス期によく描かれた横顔のイメージで、まず西洋絵画の文脈として最初イメージさせていただきました。そしてこの大きな時計の文字盤なんですけれども、それはシンディさんが過去いろんな苦難を乗り越えて、今があるという、そういう話からインスピレーションを受けて、時間をイメージした時計の文字盤を真ん中に。そしてシンディさんといえばね、
もう皆さんご存知の通りひまわりのイメージですよね。で、まあひまわりがね、こうシンディさんを囲むようなこう前向きなイメージ、そしてシンディさんは姿勢を正して目線を正面に向けて未来へ突き進んでいくという前向きな絵となっております。素晴らしい、ね、これタイトル Your Eyes、 はい、前向きというところを出してくださったんです。なんか私の過去の困難とか未来への希望を全て一つの作品で表してくださってるってことですよね。時計の中にその時間軸があるし、この目線でその未来が表現されるし、そしてこれがひまわりが死んで、いや、私の中でやっぱり時間はものすごく大事に生きているんです、うんうんうん、私は本当に死にかけた経験が18歳の時にあるからこそ、時間は無限じゃなくて有限であると考えているので、時間の大切さを絵の中に表現してくださったことがものすごく嬉しいです、ね、あの時の、ね、出会いだけでね、うん、これ大月さんならではの描写で、よくその自分の作品の中にね、これ工芸的なこの、まあ、金箔をも生かしてますし、あとこれスワロフスキーっていうね、うん、宝石もね、も生かして、あとこのね、女性の肌の描き方、彼はね、実は藤田嗣治っていうね、日本代表する方がいるんですけど、その人の、ね、乳白色の肌っていうね、描写があるんですけど、それ非常になんかね、そういう感じなんですよ。なかなか柔らかい線描と柔らかいこの描写で、この女性の表面的な肌だけじゃなくて内面まで含んだ、ね、非常に柔らかい表現がある。そしてこの横顔ね、どうですか、似てます、似てます、この唇と口元ね、この黒くまた効いてるの、ちゃんと、確かにルネサンス時代にこういうね、横顔を描くっていうの結構流行ったんだけど、うんうん、20世紀の初めにね、ミューシャルっていう、はい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 、わかりますよ、うん、大人気ですよ、若い者の子に、そうそうそう、あ、知ってる、はい、もちろん、うん、そのミューシャルをこれ見た時に彷彿とさせたなと思ったミュシャにこういう、ね、表現があるんですよ。確かに、うん、お花があって、真ん中に女性があって、女性がいてね、鮮やかな感じで、はい、装飾的なんだけれども、そこに非常に深いね、なんか女性像を描いてるなっていうね。でそれがまた作品の個性として、大月さんならではの作品になってるっていうことが素晴らしいこと。それでね、実はいずれシンディだけをモデルにしていろんなバリエーションの絵の展覧会をやりたい。え、本当に？本当に。そんなすごいことあっていいんですか？すごいことですよ。え、令和のミシャになれる。令和と令和のミシャ。嬉しすぎてたまらないです。ね、嬉しいんで。シンディさんにお会いした時の印象をまず書こうかなと思い、そこにですね、自分なりのイメージをちょっとこう付与したいなということで。ただまあシンディさんのことをよく存じ上げておりませんので、図像としてやはり曖昧でふわっとしたような、図像、あとはいくつもの人物像とレイヤーで顔というか肖像が図像として浮かび上がるというような作品になります。ちょっと見づらい、まあ一見するとシンディさんではないかもしれないみたいな絵になっているのではと思います。直接お会いして書いていただいてる時から私一体何になるんだろうと思ってたんです。で、やはりなんか不思議な感じ、はい、これね、実はね、和紙に墨とアクリル油で書いてるんですけど、はい、この和紙だと透き通るんですよ。でこれ実はね、裏にも絵がある。え、なんか絵があるというか、これね、これ透き通って、え、すごい、ちょっとホラーだけどね。うん、こういう二重に楽しめるようになってこれ。え、すごい。え、先生、すごいです。すいません、全言撤回します。これね、裏の方がはっきりわかるよね。なんかだから逆にシンディ知ってる人も、本当のシンディを想像しながら、これに絵によってまた、あ、そっか、シンディそういう面になったのかなとか、自分はどう思うかなっていろんなことを書き立てさせられるし、うん、全くシンディを知らない人が見たときに、あの心理というものを想像しながら、ここから入っていろいろ皿の先にどういう心理があるんだとかね、私いろいろ見てるうちになんかいろんな形が見えてくるんですよ、角度によってとか。あ、それは確かにね、かあ、確かに確かに、そうそう、なんかモザイクアートみたいなイメージですよね、うん、え、こっちのが好きなんだけど、なんでこっちがメインじゃないんだろうって、ね、これが第一印象で、多分そこから派生ですよ、これ、ね、あ、そういうこと。これね、グラススリッパーですから。グラススリッパー、どういうこと？ガラスの靴ってこと？
そうだからガラスの靴に私の顔が二重であるじゃないですか。そうそうそう、この表現方法が面白いなと思って。まさにね、心理だ。はいはい、女性像めちゃくちゃ上手くないですか。上手いですよ。でもやっぱユーモアが溢れすぎて崩れていくってことですね。直球勝負じゃないですか、変化球で勝負する。すごい、この私超綺麗じゃないですか。綺麗ですよこれね。でもいい作品。いや彼すごいね、イマジネーションがね、豊富ですね。なんかあの頭の中を開けさせて、ぜひ見させていただきたい。そうそう、いろんなことを考えて、あの自分でしかできない表現は何かって絶えず考えてます。木下さんがね、次は何が出てくるかっていつもね思わされる。だって言ってましたもんね、シンディをいかにシンディと残しつつも崩せるかって言ってましたもんね。そうそうそう、天才。いや私も驚かされましたよ。本当にありがとうございます。普段、おじさんばっかり、描いてるので、綺麗な、女性の方を描くのが、あまりなくてですね、すごく新鮮な気持ちで絵を描かせていただきました。とてもこうキラキラしたイメージで、まあ仏のような、そういったイメージで考えました。五光が差しているようだ、眩しいものというか。で今回あのグッズにもなるということで、あの、まあ、そういうところもちょっと僕はイメージして、あの配色をしてみました。自分の絵がグッズになるっていうことは初めてなので、そこがすごくこう楽しみですね。なんか寝起きみたいな。一つだけ言わせて、絵じゃないところ。この服でよかったんですか。そう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 、いいね、今の何気ないあの部屋でね。うん、ラスト全開ね、私いいなと思いました。理由は、グッズになったところを考えて作ってくださってるから、 T シャツとかとして着たいなと思った作品はこの岩崎先生なんですよ、ね、ポップだよねこれね。ポップポップ、うん、なんか現代アート的な、そうそうそう、なんかすごい今の時代にすごい受ける感じな、うんうん、なんかの、うん、アンディ・ウォーフとかね、ああいう本当に人気のポップの感じも伝わるし、うん、でも一つ言いたい、私って20億ですか。ちゃんと唇とね、ほくろちゃんと描いてるけど、私ここのほくろもちゃんと捉えてくれてるんですけど、ね、多分あえて仏感を出すために丸く描いてくれてるんだと思う。仏なんだ。あの補色っていうかね、あの、うん、色と色がね、これお互いに引き立て合うっていう意味でも、その赤と緑って一番引き立て合う色で、それもよく活かした、これ絵画としてのあの技術もね、これ本当によくあの素晴らしい絵になってると思います。岩崎先生にとってもグッズになる、うん、自分の絵がグッズになるのが初めてとのことだったので、うんうん、そこのポイントに注目を置いてこうやって描いてくださったっていうのは、うん、私の中で高評価ポイントですね。素晴らしい、はい、うん、これね、やっぱ二重箱なんだよね、全部。これさっき仏様って、まだこれが仏様だね、これ。うん、でもかっこいいですね、迫力ある。なんか私が、うん、喧嘩して怒ってる時こんな感じのオーラ出てる気がします。やっぱ仏様になると、やっぱりこういうふくよかな感じの方がありがたい感じになるね。え、確かにね、足とかも肉付きがすごいいい感じですよね。岩崎さんが表現してくれた私って50代ぐらいのシンディって感じのイメージがします。シンディによってやっぱり新たなあのイメージ、イマジネーションが湧いてきてるんじゃないかな。実は若いということもあって値段も一番安いので、うんうんうん、これ将来そういう意味でも楽しみなんだ。記念グッズを作成いたしました。やっぱり絵はちょっと高額で手が届かないって思われる方も多いんじゃないかというところから、それぞれの先生の代表作1点から T シャツ、トートバッグ、それとクリアファイル、そうですよね、クリアファイルのこの3点を作成させていただきました。これはですね、春まで購入することができるんですよね。あの長井柄のホームページを通してもね、もう注文できます。それは春まで、オープンしてますので、ぜひ振るってご参加ください。ぜひぜひ皆さん、ね、お手元で私の作品を楽しんでいただけると嬉しいんです。お食事をしていて、ふとなんかシンディがモデルになっていろんな人の絵になったら面白いよねって言ってくださったんですよ。そう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 。まさかこんな形で私本当に実現してくださると思ってなかったので、皆さんも本当に
あのいい形で引き受けてくれてやりますよって言ってね、うん、このシンディの魅力を本当にあの画家の方たちがね、うん、いい形で引き出してくれて、いやあの本当にだからこそ私、うん、絵の中でこれからも今後ずっと生き続けると思うと、そういうことなんです。本当に嬉しくて嬉しくてたまらなくて、そうですよね、私を描いてもらった作品を見て終わりではなくて、うん、好きな作品があったらその先生についてもさらに深く調べてみていただいたり、 その先生たちの展覧会に足を運んでいただいたり、美術の良さをどんどん知っていただけたらいいなと本当に思います。次回のアート探求サロンは1月4日から1月20日まで開催、日本随筆作家協会1957-59に注目展ということで今展覧会を開催しています。これに合わせたシンポジウムを1月4日に開催をしました。その模様をお届けしますのでぜひご覧ください。二の道の武鉄というのはなんであんな字なのか、どこまで書けば具になるのか、日本のギャラリーとしてやるべき企画だという思いで今回の展覧会に至ったというざっくりとした経緯ですね。今週のおすすめも実は前回に引き続きね、シンディに選んでいただきます。はい、選ばせていただきました。今週のおすすめは大友先生によるある夏の日です、うん、やはり、うん、なぜこの作品を選んだかというと、もう正真正銘、うん、一つ目のシンディの初めてのモデルの作品になります、うん、初めて私というものが絵として形に残ったのも大友先生なので、私の中ではものすごくいろいろな思い出が深い、ね、はい、そうです、私が全て初めてを捧げた、うん、作品になりますので、そう、思い、また思いが違うよね、はい、この浴衣は実際に私が持っていて着用している浴衣です。柔らかさの中に私の力強さを感じていただけたら嬉しいなと思います、はい、ぜひぜひご覧ください。